親分、よろしくお願いします。お、なんだジジイが俺らに喧嘩うんのか。てめえジジイに脅かされて逃げてきたってなんだよ。ジジイに邪魔されたので。ジジイどもはみんなでいたんです。だったら何なんだガキ。おジジイ、坊やたち早く蹴んなよ。車両さんだ。あれどっか行っちゃったよ。若いやつが気にならないのも分かるけど、今昔みたいなヤクザもいねえから。分かりましたよ刑事さん。全員逮捕。俺たち古いのかな。古くていいじゃねえか。龍蔵と七人の子分たち。義理も人情もあらしねえや、まったく。